知ってるか、ちょっと送ってもらわない知ってる人いた、いるか。<laughs> だ、それは、なんか、喋ったことあるよね、多分ね。その話じゃないだ、リアルタイムで、うん、そのね、うん、そ芝居を見に来た人はいないだろうけど、そういうお芝居をやっていたと。うん、我々とビックスモールンとうん、うん。そうそうそう。まあ、大和教授と。うんうん、まあ、いきなりの時代だよね。で、ね、それは、あれじゃない。うん、あのー、座敷わらしやったじゃないそうね、ビックスモールンと我々、ね、ビックスモールと4人で。 みんなでハーフパンツ履いてね。短パン履いてさ。そうそうそう。色分けされてね。私が俺赤かなんかだったから。あ、ごめんさ黒かなんかです。黒か黒緑と青かなんかです。そうそうそう。素晴らしいやつね。まあ、役で2ヶ月、3ヶ月ぐらい稽古したっけ ?2 ヶ月あそこのさ、あの、落合。はいはいはい。落合の稽古場で 落合の稽古場。あのー、そうそうそう、そう、梅海道か、あれ、違うな。うん、ちょっと入ったところな。落合の稽古場でやってさ、で、その後六本木の稽古場でもやったじゃない六本木でもやったかも。ねイクラのさ。やったよ。若林さんがほら、金魚鉢持って帰る持って帰らないでね。そうそうそう。そう揉めたとこね。揉めた。うん。で、俺が駐車場で、あの、いきなりの当時、鈴木さんに締められた話ですよ。そう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 。うん、知らない 俺れこの知らツースツーじゃないね、よしきは。全然ダメだね。え、聞いてるらしいよ。たまにあの、テレビ見てるときあるからね。そうだね、なんも見ててからずっとね。そう、若林さんがね。うーん。怒られたね。そうそうそう。金魚鉢を持って帰るもう一回話すとさ、あの、俺24、四5だよね。 もっと分かった方があ、あ、でも、ビックスム入った直後ぐらいだから、いくつだ ?24、23だわ。223だよ。23だわ。23、4、3か 4, か4あの、ゴンが26だったんだ。<laughs> うん、ゴンが26で入ってきたんであいつな。<laughs> で、今あいつ40だからな。<laughs> 俺らの3年先輩だから、それで。<laughs> あいつね。<laughs> 言わなかったからね、俺らの3年先輩だっよ。いそうだね。うん いやあ、それで、うん、俺らと、ビッグスモールがいて、うんうん、で、卵だよね、みんな女優さん、俳優さんの卵で。そうそうそう、みんな同じぐらいの世代の。うん、で、いきなりさんがいて、うん、大和教授と、鈴木さんっていうね、うんうん、あのー、先輩よね、そうそう、夜更かしの会のね、うん、それこそ。うん、それで、 えっと、なんか、うん、あのー、掃除、稽古場の稽古を2ヶ月ぐらいしたんだよね。うん、やったね。で、稽古場の掃除とかが、うん、なんか、その、俺らとビックスモールのことなんです。いきなりは入ってないんだけど、うん、なんか、じゃんけんとか何もせずに、なんか、芸人って言われて、掃除しとけとか、うん、で、芸人それ持ってけとか、なんか、俺と、うん、らとビックスモールが、 なんか掃除をしてたんだよ。ずーっと稽古場の。そうそうそう。結構終わった後ね。終わったで、でね、なんかその俳優とか女優とかの卵は同い年ぐらいなんだけど、うん、まあ帰ってくんだよね。で、なんでその芸人が、花から、その掃除当番に決められてんだみたいなうっんが、俺、カスがチロ、ゴンのあった間ずーっと2ヶ月ぐらいあったのよ。うんうん、まあね、そうだね。ね、うん、それで、 えっと、稽古場で稽古が終わります。うん、で、本番になりますっていうので、うん、トラックに道具を詰めてたんや。で、そ,<う>その本番さながらに稽古場でやるから、その小道具とかがあって、うん、金魚鉢。うん、えーっとね、このぐらいのねどど、どういったらいいかな。なんつったらいいの,このボウリング玉ぐらいの。まあ、でかかったか。っでかかた。ら片手で持って、両手でさ、うん、抱えて持つぐらいの大きさで、ね。そう,そうそうそう。金魚鉢ですよ。 金魚鉢1個だけが2トントラックぐらいに入らなかったの。どうしてもしたら、その金魚鉢を、その、総合演出家かプロデューサーか当時忘れたけど、その演劇のね、お芸人持って帰れこれ、つって。で、言われたのね。で、そこで、で、4人で、いや、ちょっとこれは、もうちょっとさすがになくねえか、おっしゃ何から何まで芸人って言われて、あの、やってきて、これはじゃんけんで決めてもらおう、つって。 で、じゃあ言いに行こうっつって。で、言うわっつって。で、誰が言うって話になって、じゃあ俺言うわっつって、俺が言ったんですよ。で、俺がその金魚鉢を持って、総合演出のとこにつかつか歩いてて23だよ、俺。で、なんで最初から芸人って決まってるんですかっつって、これ持って帰る人、なんか公平にじゃんけんで決めてもらえませんかって言って、 たんですよ。うんうん、したら、俺は、みんなすごい怒ってたから、うん、ビックスモールンとカスがもう、うん、背中でついてきてるって思ってたの。全然、援護射撃が飛んでこねえな、はいはい、俺は喋ってる最中って思って、うん、振り向いたら、もう、20メーターぐらい後ろの電柱に3人が隠れて見てるんですよ、こっちを。うん <laughs> そうねついてきてなかったです、うん、俺も怒りで言うぞ言うぞってなって、後ろに来てるもんだと思って、振り向いて、来てなかったんですよ、<laughs> うんうん、そしたらなんか、若林がなんか、クーデター起こしたぞみたいな空気になって、うん、それぞれ脚本家とかも集まってきちゃって、うん、なんかどうしたどうしたみたいになって、はいはい、で、結局、じゃんけんで決めるかどうかみたいなことに揉めてたら、うん、であれ、当時、鈴木さん、あれなんだろうな、事務所の先輩だから。うん なんか自分がやんなきゃっていうことだと思うんだけど、うん、で、鈴木さんに首根っこつかまれて、あの外の駐車場まで連れてかれて、はいはい、あののど輪であの金網に押し付けられて、うん、お前、客何人呼んでんだよ、この野郎って言われて、うん、あのゼロ人ですって言ったら、うん <laughs> で、客300人呼べるようになってから、そんな生意気なこと言えつって言われて、で、明日もお前、絶対遅刻してくんねんよって、お前が金魚鉢持って帰れって怒鳴られて。うん <laughs> で俺、あのー、泣きながら銀座線で金魚鉢持って帰ったんですよ。<laughs> <laughs> それで、うんうん、次の日も、まあ朝一番に来いよ鈴木さんに言われたから、うん、金魚鉢持って朝一で行ったんですよ。はいはい、生意気いっちゃったっていうことで。うん、したら、あのー、鈴木さんが2時間ぐらい遅刻したっていう話なんですけど。<laughs> で、うん、その、 稽古と、稽古2ヶ月ぐらいでした、あれ。2ヶ月、2ヶ月以上か、3ヶ月だね。ぐらいやったっけまあ結構長い間。3ヶ月ぐらいやったか。で、えっと、本番が5公演ぐらいやったかね。もっとやったかね。いや、まあ5公演ぐらいじゃない2日か3日間かぐらいやったね。で、その、オーディションみたいなのが一応あったんだよね。あったうん。あったよ。で、オーディションの時に、普段のバイト代いくらですかって事務所に聞かれて、 その3ヶ月ば、ま、ま、まるまるバイトができないんですよ。朝から晩までゲームだから。で、その分は、うん、あのー、ギャラ出ます。最低でも、みたいな。そうだね。でそうなのみたいな。うん、すごいじゃん、みたいなって。うん、当時みんなバイトが5、6万ぐらい月。そうね。バイトだけど。で、まあ、6×3 で18万ぐらい。うんうん、で、出るんだなって思って、そこは、うん やってたら、あの、ノーギャラだったっていう話 <laughs> <laughs> ここにたどり着いて。それが山崎事件ですよ。<laughs> うん、で、その18万がで3ヶ月、丸々バイトしないんだよ。そうよ。だから0円じゃん。うん。で、だからそこでみんな借金したんだよ、初めてそこで。うん。あの、金、ね、そういうところで。 っていう事件があったんはい、はい、で、それでそのギャラがいつか出るいつか出るって言ったまま、うんうん、今まで出てませんよって話が山崎事件の全容ですよね。ねうん、山崎っていうお芝居だよね。お芝居のタイトルよ。 それで、俺と、春日と、チロとゴンは座敷わらしだったんですよ。うん、だから、見えてなかったのかもな。座敷わらしだから。<laughs> なるほどということは、ちゃんとその、<laughs> 役に入りきれてたってことね。だ銀座線の中で、金魚鉢だけが浮いてたのかもしれない、注意 <laughs> ね。なるほどな。<laughs> うん。うん。そもそもいなかったもんだと。そう。うん。それはノーゲラだわ。 中、で3ヶ月丸る朝晩稽古して、丸、うん、っきりのギャラ。で、18万、うん、なビタ一1ゼ0円ですよ。まあそうだ、ね、で、他の役者とかにはギャラが出てたっていう話なんですよね。<laughs> これが山崎事件ですよ。<laughs> そうね。うん、こういうのは、今話してても、同じトーンで腹立つな、何年たってもね。 こういうの忘れないなぁ。何だったんだろうなっていうさ、あ<ー>思い言われて、そういうものなんかもわからんけど、ねお、お芝居ってわかんないからさ、言うじゃんよく。うん、で、みんなその、お金にならないけどやるみたいな。うんうん、でも、その、バイトでは出ますよっていうお話があったからね。うん <laughs> カ春日でも、ま、ちょっとマジだからね。そうだね。3ヶ月バイト行けませんよみたいな手続きも、俺とラとビッグスモールの世にはしてな。そうね。うん。ほんとギャラはどこへ消えたよ。うん、そうですね。チーズならぬね。ベストセラーだよ、ベストセラー。懐かしいね。ギャラはどこへ消えた。うん。でも本当にあの山崎があったからね、今の立場があるわけで、本当に今となっては感謝ですけれども。安い買い物だったよね。 ああいうのって忘れないなって思うから、うん、なんか若い、若手とね、うん、飯とか食ってても、うん、なんかこう、ノリで、うん、なんかこう、パターンで、うんはい、お前もうやめた方がいいよ、みたいなことをツッコミで、なんか言う感じになる時あるんだけど、やっぱ4日くらい気にしちゃうね。あ なんか、ああいうのでも、なんか、こっちはノリで言ってるつもりが、何年も腹立ってたりすんだよなーって、なんか。そうだね。俺捉え方が違ったやつ。俺覚えてるもんも、やっぱりはっきり。あそう。うん。あの、先輩に、先輩って、まあ、マイケンだけど、あの、今の、まあ、若林を使いたいテレビマンなんて、どこにいると思ってんのって言われたの、やっぱ、未だに覚えてるもんね、やっぱりね。<laughs> <laughs> それはなんかやっぱ俺が名前言ったからよ、きっとマイケルさんの前。まあ、いろいろ流れがあるんだろうね。流れがあってよ。そ,それはね、全然言われてるに等しい、年、ね、言われてもしょうがないような名前を言ってるんだと思うよ、急に肩叩かれて言われたわけじゃないか、ね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> まあ、多分近い感じだったと思すよ。<laughs> <laughs> だから、なんかそういうのって、忘れないんだよね、仕打ちってな。ね、映画でもそうだもんな、やっぱり、うんうん、使用人だった頃の仕打ちを、 ヒットマンになって話したりしてるもんねやっぱり。いや、そうだね。ちゃんと帰ってくるんだな。なるほど。因果応報ですな。そうね。だから、ちょっとしたいじりだったとしてもさ、結構デカめな感じで帰ってくる可能性があるから怖いよね。あるよな。わかないよ。いや、なんか一年目で、まあ、まるっきり何にもつまんないし、何も仕事ないじゃないですか。で、その時テレビ見てたら、俺のすごい憧れてる、もう大レジェンドの芸人さんが、芸人を、 目指してるんだけど、若手の人に、なんかこう、オーディションみたいな番組だったんだよね。いっぱい集めて。したら、はっきり、お前もう足洗えって言ったんですよ。それがすっごいショックで、なんかその、その、そういうことを言わないレジェンドだと思ってたから、そのテレビの何気ないワンシーンですよ。なんかこう、全然面白くない一発ギャグかなんかやった後に、 お前足洗えって言ったんですよ。うん,うん。それやっぱ未だにショックで覚えてるもんね。<laughs> それはでも突っ込みなんじゃないのいや、突っ込みなんだけど、なんかその、これから目指してる。<ー>だから不安なんだろうね、俺が。<ー>売れないで終わるかもな、10年やってとか。そんな時期だから、足洗えって、憧れの人が。 うん、その、冗談でも言ったってことを、覚えてるもんね、うん。なるほど。ちょっとだから重ねたというか、うんうん、自分と、うんうん、そう言われてる人まあそんなこと言いつつ、この間、ついこの間、クジラと電話して、うん、クジラにもう、おやめてくんねえかなって、5回ぐらい言ってたもんね、電話でね。<laughs> それはでも正しいんじゃない <laughs> <laughs> うん。 ちょっと長くやりすぎてるよ <laughs> で。だって、クジラはほら、ビルがあって、相続するじゃないですか。で、なんか、いろんなね、今、こう、芸人がこういうことになってるんですよ。みんな昔はね、新しい形って言ったんだよ。ネタの形を、もうこれでダメだったらと思って発明して試す。っていう感じあったじゃん。でも今はもう違くて、うん、まあ、試すのがまたできたなって感じなんだって。へぇー。うん、うん。で、それで結構こう、 タイガさんなんかはもう全パターンやったんだって。ちょっと考えられたネタから、笑、わすより笑、われるネタとか。うんうん、で、で、その好きと好きしか流行らないだろうっていうのから、お笑いファンの人も見てくれるだろうみたいな。うん、いろんなパターンをやって、うん、その上でちょっとどれやっていいかなって感じなんだって、今。はいはい、だけど、クジラさんも、うん、いや、ちょっと新しい形ができたからやってみたんだよ、みたいな。うんうん、クジラさんだけなんかトーンが軽いんだよ、やっぱり。 で、なんでって聞いたらやっぱビル相続するからだって言うのよ。で、なんか、もうやめてくんねえかなつって言って。したら俺怒られたんだよ、クジラに。やめるかどうかは、お前が決めることじゃねえんだよって言われて。その怒り方もどうなのよ。で、確かに、っつって。そこはもう、うるせえやめれよとかじゃないんだね。うん。俺が決めるんだよ、やめるかどうかは。って言われて。いや、確かにそうだよな、つって。で、その上でやめてくれないかなつったら、 やめねえよな。あそこで。まあそんなクジラが今度ネタライブ出ますけどね。楽しみだね。ビル持ってると思いながら見るとよりね、楽しみにできるからね。面白く見えるよな。面白く見えるよな。そんななんか、そんな仕打ちみたいなのなんか、あの、忘れないよな。なあ、そうオンも忘れないけどな。なるほどね。 やっぱ忘れないぞ。うん、俺、死生さん、あの、作家の死生さん、はい、あの、ケダ、はい、州のネタ見せする人だけど、うん、めちゃくちゃ金なくて、飯が食うのがあと3日金ないっていう時に、うん、焼肉の食い放題行ってくれて、うん、マンゴープリンもつけておごってくれたの覚えてるもん。うん、やっぱね、あのマンゴープリンにまさる味ってないよな。やっぱどっかでマンゴープリンにあぐらかいてんだよな。あの、うん、今ほら、 あの、焼肉屋行ってさ、大体マンゴープリンか杏仁豆腐を選ぶじゃないデザートって焼肉屋って。必ずではね。ちょっとしたアイスのとこもあるよ。で、なんか、その思い出があるから、やっぱり俺はマンゴープリンなんだよね。なるほどね。うん。いや、本当にそうなんだよ。その時の味があるから。マンゴープリンが選択肢に入ってたら、必ず選ぶと。多分それ、でもね、やっぱあの味を超えてこないよね。 まあ、そうだね。あ<ー>うん。うん。それいなんか、服もらったとか、うん。あき時金なりで飯を食ってもらったのとか覚えてるのあるなんか。はあ。まあ、いろいろまあ、服とかもね、今でも別に着てるしね、花屋さんからもらった。<laughs> <laughs> あ、お前の場合ちょっとそこがなんか企画が今でも着てるからね。<laughs> 今でも着ててね、あれどっかで見たことあるなって逆に言われるんだから、花屋さんから。あ いや、もらったやつですよ、みたいな。俺を、あの、M1 の敗者復活した時に着てたダウンが、花尾さんにもらったダウンだから。あれ、それで、モン、モンクレイモンクリーモンクレイでいいのモンクレイなんだよ、あれ。で、モンクレイ、モンクレイなんて言葉を知ったのって、2011年ぐらいなんだよ、俺たちって。ああ、でもそうだね。それ以上、それ前からあったんだ。モンクレイが、高い。 うん、ダウンだっていうのを知ったのが2011年ぐらいで、で、うん、それなんでモンクレイが高いかって知ったかというと、うんうん、えっと、トップカラーのマネージャーの佐々木さんが、うんうん、あの、モンクレイの、うん、あの、ダウンジャケットを買ってきてたのを、うん、あの、ジョーが文句言ってたんですよ。モンクレイ着てたって。あー、あんな高いのみたいな。<laughs> そうそうそう,そう <laughs> <ー>。それで覚えてんのよ。はあ、あ、じゃあ、それ高いんだって分かったってこと、ね、そう、そう。はあ。 で、あのほら、あそこの道、表参道から TBS 行くときに抜けてく道に途中にモンクレイがあって、うん、で、モンクレイが高い、ああいう表参道に店があるようなブランドだっていうのを知ったの2011年ぐらいです、本当に。俺だからそれでモンクレイのダウンジャケットを花輪さんにもらったの覚えてるもん。うん さ <laughs> <で>、うんでそれの後もしばらくあのダウンジャケット着てんじゃんやっぱりじゃあなんか恥ずかしいからさっつって、うん、そうねあれお前のだよなっていろんな人に言われるんだよっつっていつ <laughs> ああそっか <laughs> その前に着てたの覚えてるだそういうのモンクレイのダウンジャケット花さんがくれたとかねいやーわかるわかる分かるうん,うんあるなああれしもなんか一回なんだっけな淳吾さんと、うん 怖えんじゃろね、焼肉かなんかにね、カレーないの、二人ともカレーないのにね、入ったのよ。ああ あそういうとこあるから。いきなり入っちゃって。うん。いい、いけるいけるいけるっつって。いや、ダメでしょっつって。二人とも何よ。千円ずつぐらいしか持ってないのよ。それ大丈夫な話ね。いや、大丈夫な話。普通の焼肉屋さんよ。いや、これ大丈夫なんすかなんとかなる、なんとかす結構、く食べてんの。で、もうそろそろ出ようかぐらいの時に、純子さんが、ファーッと電話を取り出してさ、わーとこういじってさ、あの、電話かけてさ、あの、今焼肉。 焼肉行きませんみたいな。うん,うん、うん。もう食べ終わりぐらいよ。焼肉行きましょうよ。つって。<laughs> 先入っときますんで。みたいなことを言って、バッて切って。うん、で、誰に電話したんですか、うん、あの、マイケン。つって。<laughs> <laughs> で、50分ぐらいなって、ケネイ来てさ。<laughs> 全部払ってもらって<ー>。で、電話切った瞬間に網の上で二人でハイタッチして。<laughs> <laughs> <laughs> マイケン来るってす、パーン その食べ方もすごいよなそれもそうだね。だから結局県内にを奢ってもらった、ね。いや、でも俺もマさんに随分安楽亭で食べさせてもらって助かったっていうことあったもんなぁ。うん、安楽亭、美味しいよなぁ、あいつき食うの。いうまいよ。<laughs> 安楽亭うまいよ、いつ食べても。あれ、やっぱり、昼なんですね、うん、スーパーでロケやったり、うん、商店街でロケやった時に食べる、うん あの、コロッケとかが一番味がわかるんだよね。うん、これが美味しいってことが。うんうん、あれ、やっぱり、何度食っても、それ以上の味がわからないね、あんまりね。わからん。なんか、喉とかい痛いしな。なんか、あのー、すごくいいスープとか飲まされると濃いからね。喉の奥がなんか痛いなぁと思う。その、比較するものがないね。あんまりわかんないんだよな。わかんない。<ー>うん。 でもなんかそれ、やっぱ味覚、てかね、俺、俺、オンチじゃん、俺。はい。だから多分味も、多分ね、あの、オンチなんだと思うんだよ。オンチって言わねえか。あの、オンチ、もう、わかんないんだよ。だから、データがあんまないんじゃない味のデータが。ああ。その、若林さんも、う一つのものをずーっと飲んだり食べたりする。ね、午後のお茶をさ、ずーっとストレートをさ。 で、本当の話、うん、ココイチより美味しいカレーって、あるの、うん、マジの話。いや、まあ、あるでしょ。<laughs> え、これマジの話だよ。いや、もうそれ、カレーなんて、もう、カレーなんてってあれだけど。カレーはうまい。カレーは相当種類あるじゃないいや、なんか、結局それでなんか、ビーフカレーです。なん、開発されて何十年の、昭和の、 海兵隊がみたいなのを食べるけど、結局、ごろっとした肉が入ってるだけであって、普通に、なぁと思うんだけど、どういや、そうお前なんかよく並んで飯食ったりしてるし、あと、お前、グルメ番組録画してるもんな。夕方のな。いや、そうよ。うん。おいいじゃない。いや、いいんだけど、あ、そう。まあ、だから、何が一番ってわけじゃない。カレーなんて特にさ、 いろんなパターンの味があるからさ。<う>それココイチが食べたいって時もあるしさ。うそう、ゴロッとしたやつ行きたいってのもあるしね。家のカレー食いたいみたいなさ。なんかね、あの、黄色い飯にルーかけるみたいなの出されてもね、なんかね、<う>もうシャラ臭いんだよね。<laughs> もうご飯を黄色にしても、え <laughs> <laughs> なんか、わか,かるなんかそれでなんかあの、銀のに入って、パパッ。 ちゃぱーってかけてさ、黄色い飯に。はいはい。絶対俺、ココイチのエビ煮込みカレー超えるカレーないと思うんだけどな。<laughs> あの、その、あの、変な話じゃなくて。うん、本当の話で。<laughs> いやいや、それはもう分かるよ。<laughs> で、正直申し訳ないけど、うん、立ち食いそばだったら、うん、どこどこのそばの方が美味しいっていうのは俺はあるのよ。ああ、そばだそばがさ、その、詳しいんじゃないそばは結構選ぶんじゃない で、あそこの立ち食いそばより美味しいのがないって言われたらってことに近いぐらい差があるかな。差があるよ。カレーもカレーもそう、差があるよ。うん、単純にだから興味じゃないあ、そう。今日は興味あるからさ、いろんなお店の味知ってるわけでしょいや、でも。興味とデータよ、だから。本当に、もんじゃより美味しいもんってあんのかないっぱいあるよ。<laughs> もんじゃより美味しいものはいっぱいあるよ。申し訳ないけど。<laughs> いや、まじ、まじで。 うん、じゃあ、それはちょっと残念だよね。いや、もんじゃが最高な、一番上なの。いや、なんか、うん、偉そうにすんなよっていう思いはあって、うん、美味しいは美味しいんだけど、うん、そんな器で、うん、そんな値段で出すほどのものかっていつも思う時があるのよ。何カレーよってこといやいや、中華料理屋で、うん、めっちゃでかい皿こんなもう、うん 30センチぐらい直径あるようなはい、はい、皿の真ん中の半径5センチぐらいだけがくぼんでて、うん、そこにあ<る>なんかのスープみたいなのが入ってて、うん、いや、いや美味しいけど、 こんな体操にして、うん、わざわざこんな落としたらとんでもないような皿で運んできて、真ん中だけくぼませるようなものかって、そこまで差がないぞバーミヤンとって思うの。わかる。<laughs> それはわかるよね。それはわかるね。だよね。それでなんかうそう、とんでもないお値段するでしょうそうなのよ。1800円、このスープ。うん、そう。ありがたいからバーミヤン。 大体ご馳走してもらうときだから。まあ自分じゃ、だから価値がわからないのよ。価値が分からない、もう。わかんなくていいよ、そんなの。なんであれわからないね。うん。その、差額の2000円分うまいかってるっいや、いね、だってそれで300円の水分持って900円余ったとするだろ。う。したら、うん、ハードカバー一冊買えるからね。そうだね。うん。だったらその、ハードカバーとスープの方がいい。うん、ハードカバーとスープの方がいいよ。うん。 お前、いいこと言ってるよ。<laughs> ありがとうございます。残るしね、ハードカバーは。そう,そうそう。後々ね。うん。うん。そういうことを言ってんのよ。わかるよ、わかるよ。いや、美味しいけど、そ,うそ,うそんな値段で。そうそう、だから、そんなワゴンで運んでくるもの。その値段す、<laughs> 出落ちしちゃってんじゃんと思うね。<laughs> <laughs> 出落ち量も含めての値段なんじゃない <laughs> そうなってくるとね、器の値段もあるだろうし、店の雰囲気とか、そこにお金払うみたいな言うじゃない、食通は。うん。うん。うん。わからんね。なるほどうん、お値段、その値段、だ高かったらうまいの決まってるじゃない。あー、なるほどと思うよね、やっぱ安くてうまいものが最強だよね。ああ、まあだから、ちょうどいいところがちょうどいいよな、やっぱ値段と。まあ、そうですな。常に値段を考えるな。この値段でこれ、みたいな。うん。 この値段したらそりゃこんなうまいわ。だから、そばとかもそうなのよ。水がいいって、どこどこのそばって、まあ、なんか、まあ、まあまあ、軽井沢だとか、箱根だとかで、長蛇の列、並んで食べる。で、値段も、森そばで1なんか400円。はあするわね。だって、天猿で2900円とか。えぇ で、いい気、美味しいんだよ、まずね。だけど、うん、2900円ってもうさ、うん。どのレベルの芸人の単独で6000円取ってんだよっていう。なるほどね。<laughs> <laughs> 気がしちゃう時がある。うん,うん。うん。いや、1800円ですよ、と。で、俺知ってるしね。1800円で、これより美味しい蕎麦、みたいな。なるほどね。ことがあるわけですよ。ね、それは、そうだな。うん。うん。それは良くないな。 よくないよね。だからわからん。でもなんか色々あるんだろうね。その値段の、うん。その理由というのは。ないよ。<laughs> いやそれ野菜見せろ、偉そうだし。<laughs> 結構なんか、呼ばねえとオーダー取りに来るそういう店い <laughs> そうなんですよ。あそう、椅子が不可可だったりとかさ、するんじゃない<ー>値段何の。そうでもないんだよな。<laughs> そうでもないんだよな。やったら美味しいって言うんだよ。 うん、あの、自分に言い聞かせなきゃいけないから。一緒に行った人が。<laughs> 美味しいなーって。言わないとね、不安だからね。そうそう,そうそうそう。そうそう。そうよね。わからんよ。